学校法人大和学園は京都府京都市に本部を置く学校法人。1931年に田中智次郎が開設した船鶴料理講習会をルーツとする。京都市内に4つの専門学校を設置するほか、生涯学習や産業支援の事業も行う。創立者田中智次郎は料理旅館船鶴創業者。 田中鶴三郎の孫として1897年に生まれた。友大二郎は、成家の経営に携わりつつ、1923年より料理講習会を開き、講師として立った。1931年2月に、偏った食生活の改善を目指すとして、船鶴料理講習会を設立した。法人ではこれをもって、学園の創立としている。 1941年、清岡長ごとを会長に迎え、大和家庭料理講習会を設立。第二次世界大戦後は、大和家庭料理学園などの名称となるが、調理師を養成する学校としての認定を受け、京都調理師専門学校に発展した。なお、生涯学習の一環としての料理教室も継続している。友次二郎の後、この田中富士一が、 第二代理事長となる。1982年、藤井がが52歳で急成し、藤井夫人の田中達子が理事長に就任。達子は経営の多角化を図って、学園を発展させ、2001年に学園経営の実務を二人の息子に引き継いで、名誉学園長となった。また、達子は、京都市教育委員長、京都商工会議所副会頭などの公職を務めた。 2014年、京都市山の内浄水場跡地の跡地活用事業者として決定。同地にキャンパスを整備し、専門学校4校中3校の統合を図る。2017年には、学校教育法に新設された専門職大学として、栄養マネジメント、和食ビジネスを専門とする京都専門職大学の2019年度開設に向けた申請を行ったが、 その後取り下げている。生涯学習の教室として、ラキャリエールクッキングスクールを開いているほか、大学や企業の研修、コンサルティングなどの事業も行っている。また、料理、成果関連書を中心とした出版も行っている。ありがとうございます。